はい、のっぽさんです。今日はですね、ちょっと提案をねしたいなと。まあ、すぐには絶対無理だと思うんですけど、これ今2025年来年ですね、もう65歳以上の方の5人に1人が認知症だっていうふうなこと、もう以前から言われてますよね。でプラスアルファ30万人ぐらい介護職が不足しますよっていうふうなことも、もう数年前からずっと言われてる。でそこに対して、まあ、在宅介護の推進っていうふうなこと、どんどん、報道をされてる中においてですね、じゃあ我々介護現場側からですね、まあ、負担を減らす、もしくは介護現場側のですね、今までの実体験を受けて何か提案する、要はいつも介護保険の受け身じゃなくて、我々から提案しようじゃないかっていうふうなことでですね、一ついろいろ調べていく中でですね、まあ今在宅介護と言われる部分の中で、まあデイサービスだとか訪問介護、まあこれがですね、あのメインでよく言われている形になってます。その中の訪問介護どうですか？結構潰れていったりだとかですね、人がいないとかっていうふうなことを言われてて、2027年の法改正においてはデイサービスが訪問介護の一部の仕事を、まあ、本来だったら2024年からスタートしようとしてたんですけど、まあ、コロナでできなかった。で2027年からデイサービスが訪問介護の一部、要は送り出しだとか、もしくは買い物だとか、そういうふうなのを担うかもしれないよっていうことは、もう言われてることは皆さんご存知だと思うんですけど、まあそういうふうな中でおいてですね、どうしても介護事業者の中だけで解決しようっていうふうな考え方が進められていると思うんですけど、そこにですね、一つ私としてはですね、家族、要は家族介護っていう部分の、枠を作ってですね、もう介護保険の中から、もしくは違うところからですね、その家族に対して、報酬を出す、そういうふうなサービスってどうですか皆さん。これいけるんじゃないかなと思う、その根拠はですね、実際に韓国でこれ行ってるんですよ。確かに介護保険制度はまだまだ韓国の方はね充実してないんだけど、韓国が行ってるこの家族介護、まあ詳しくはですね、いろんな、ところにね、もうインターネットであの韓国家族介護みたいな形で調べると出てくると思うんですけど、まあ一部、条件としてはですね、有資格者、要は日本でいうようなその介護福祉士だとか、まあ、あの初任者研修、もしくは昔でいうヘルパーさんって言われるね、ヘルパー2級っていう資格をですね持ってる人が家族にいて、その人が、自宅で介護をする、そこに対して報酬を出すっていう風なサービスがあるんですよ。これ知ってました皆さん。これね、いいことしかないと私は感じるんですけど、まあメリットを言うとですね、家族として収入が多少なりともアップしますよっていう風な部分と、もう一つは本来介護事業の中で、賄わなきゃいけないのを家族がやってくれることによって、人材、要は不足って言われる部分をしっかりとその家族の中で、確保できると、そういうふうな形で、まあ、家族にとっても、まあ、地域にとっても、まあ、大きく言えば国にとってもメリットがある。まあ、その中ではですね、しっかりとどういうふうな条件でっていうことはしっかりと明確にしなきゃいけないとは思うんですけど、プラスアルファ有資格者っていうものをですね、しっかりと確保するための学校だとか、もしくは今だったらオンラインとかがあるから、まあ、そういうふうなので取れるような形をとって、まあ、一部もう家族にやっていただこうと。そうすることによって訪問介護、特に訪問介護の人材不足、これが補われるんじゃないかなっていうふうな形思うんですけど、まあいつものようにどう思いますか皆さん。まあいつもはやっぱ介護保険っていうのは受け身ね、で受け身の中から文句しか出てこない、だったらこちらから提案しましょうよっていうことを、これ2027年に向けて、もしくは2030年に向けて
介護現場からどん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 声を出していく。これどうすかね。これみんながやっていくと確実に中央には届くと思うんですよね。もしくは地域、特に総合事業と言われる部分に関しては市町村の、ところで判断できる、枠が大きいんですよね。ですからこの家族介護と言われる部分の本当養子縁、養子縁1、養子縁2、もしくは事業対象者のところに関してはこの家族介護を適用するだとか、もしくは総合事業の枠が今後要介護1もしくは要介護2まで広がるよって言われるんであれば、そこの総合事業の部分だけでもこの家族介護が広まったら、意外にこの人材の不足を補う一つなんか起爆剤になるんじゃないかなって私思うんですけど、どうですかね。ちょっと皆さん、皆さんの中でそういうふうな議論話題をですねちょっと広げていただければいいかなと思います。頑張るバイバイバイ。